お疲れ様ですまあ360度誰から見ても納得ができる生き方や人生や価値観ビジネスのマインドってのは、まあ、ないでしょうねまあそれに加えてまあ前回の動画ですけども、まあ、どっちの側に立つかによって白に見えたり黒に見えたりする、まあ、そんなもんじゃないかなと思いますまあ、ですけどね、うん、やっぱりこういろんな角度で見れるからこそあ 自分には映らない相手の立場っていうのがあるんだなっていうのに気づいてそこがまたね自分のビジネスや人生に取り入れられるその深さとかね深みになるんじゃないかなと思いますよね。で必ずしも全ての、まあ、お客さんですとか人に対応できればいいってもんではなくて、まあ、ある意味ねこの部分では自分の完全なるフィールドだっていうふうに決めることによって、まあ、自分のコミュニティってのは、まあ、輪郭を増すのかなっていうところありますよね。 まあ誰にでも対応するのはねほんとすらしいことなんですけどもまあなかなかそうはいかないですからねはいまあそれでねあのその話とはちょっとだいぶずれるんですけどもあの花粉症っていうのがあるじゃないですか <laughs> 全然話題違ってすいませんけども花粉症ってあの多くの人が医師の診断書もないのにう花粉症でねちょっと鼻水出るんですよとかねくしゃみが出るんですよって言いますよね まあ、それから、誰かが、ちょっと春先になってね、あの、涙が出たりとかね、よく、くしゃみや咳をするようになったら、それ、花粉症だよね、っていうふうに、口々に言いますし。花粉症というからには、何か、風邪の症状なわけなんですよ。それが、診断書もないのに、もしくは診察すら受けたことがないのに、花粉症だって言って、みんなが納得する。まあ、これもなかなかね、不思議だなと思うんですよね。まあ、ある人に言わせれば、あの、 人に関わりすぎる過干渉ってのがあるらしいですよね。干渉は多少みんなそれぞれするんだけども、それがどう過ぎている過干渉ってやつか。まあこれも精神疾患の一部で実際にあるんですけども、この過干渉ってのもね、誰かが診断したわけでもないのに、人を指さして過干渉だっていうのは、なんか単なるレッテル張りかな、決めつけかなと思っちゃうんですけども、でも確かに関わりすぎってのはあるじゃないですか。でも、 ものすごく構ってほしい人にとってみたら、過干渉ぐらいの構いすぎる人の方がすごく心地がいいし、それこそね、ほとんど干渉しないと。本当にパーソナリティを守って深入りせずに遠くから見守ってる人を自分に全然関心がない人、冷たい人って言って感じたりするんですよね。まあ、だからね、人の判断ってのは本当に、えー、複雑であり身勝手で、言ってみれば、 自分の中にある物差しっていうのが全部の基準になってね自分の物差しはこの大きさなのにあなたの大きさは違うおかしいってなっちゃったりするんですよね別の例で言うと昭和の価値観とかってよく言うんですけどね <laughs> 昭和の価値観が肌に合わないって言いますけどもでも昭和の価値観っていうのはいろんなところでね低音パークになったりとかして多くの人の心を捉えてるわけですよでしかも 昭和の価値観っていう風にまたね決めつけるのもまた柔軟性がないですよね昭和の価値観とは言えずにそれは時代を通じてみんなが持ってる価値観かもしれないし昭和で生まれた人が平成の時代に思うこの感情のタイムラグですよねそれとか令和の時代に昭和を懐かしむその単なる懐かしいっていう気持ちを昭和の価値観っていう風に狭い領域に押し込めてしまうのをまた人の身勝手なところかなと。うん さまざ、あ、まなね視点に立つとさまざまな理屈が成り立っていてで実際にこのネットビジネスを通じてね思うのは、まあ、昭和の価値観を持ってる人がインターネットの中で売り上げを上げているとこれって昭和の価値観なのかなと思うわけですよ昭和っていう時代には自分で放送を発信をするっていう価値観はなかったのに私がこうやってね放送を発信してると何ぜか昭和の価値観っていうのは飛んでくるんですけども え、昭和の価値観でこんなインターネットの放送ありましたっけっていうふうにね、えー、単純にこう突っ込んだりするというね。うんまあ、今回の動画を通じて思うのは、さまざまな価値観があるのに、それをなんとかね、レッテル張りしてカテゴライズしようとしている、その人の先入観っていうものかな、そういうのに気づかされることがあるなというところですね。はい、じゃあ今日はね、アイスクリームを食べながらの放送でした。 バニラカップまさに昭和のアイスクリームありがとうございました。